どうも、わたくわです。今回はこちらのね、3ランセットの割り出しになります。こちらのね、産卵セットは、前回ね、ちょっと動画で召喚した、タウネス平田クワガタの産卵セットになります。こちらですね、今ここにオスいるんですけど、11月の3日に、これ産卵セット組んで、今日はもう12月の8日なんで、もうね、だいたい1ヶ月くらい、経ってるセットになります。まあ、このセットは、産卵1番のマットだけを詰めたセットで、一応ね、オスの顎を縛って、オスメスね、同居させたセットになります。で、これね、よーく見ると、ここ、ちょっと見にくいんですけど、こう卵が、もうね、見えるんですよ。もうね、裏からも、結構なね、数の卵が確認できてるんで、今回はね、このタウネス平田クワガタの産卵セット、ちょっと早いんですけど、割り出していこうかなと思います。じゃあね、割り出していきましょう。それでね、産卵セット、開けていきましょう。こちらがね、タウネス、平田クワガタのオスになります。結構ね、まだオスも元気ですね。一応ね、その安全にペアリングさせるために、この顎は、針金でね、顎をちょっと固定しちゃったんですけど、もうね、卵が確認できてるんで、オスの顎縛り外していきましょう。よし、取れました。顎縛り解除できました。いや、このね、顎の形がかっこいいんですよね、タウネス平田は。結構ね、元気な状態でペアリングできたみたいで、良かったです。これはね、もう卵を確認できてるんで、一応ね、メスとは別居させていこうかなと思います。それではね、産卵セットを、これ割り出すんですけど、まずはね、上の方の、このちょっとね、ゼリーとか、あと水苔はね、ちょっと避けていきましょう。はい、こんな感じですね。それではね、ケース、繰り返していきましょう。こんな感じ。ちょっとね、これ確認すると、ちょっとね、見づらいんですけど、卵がいっぱい確認できるんですよ。ここも、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 ここも。よく見るとね、この辺にも産んだ形跡があって、ここにもありますね。合計ね、多分10個くらいも見えるところに卵を産んでるんですよ。まあね、このね、卵が、まあ、有精卵かどうかは正直ね、わからないところなんですけど、あ、いました。メスもね、まだ元気ですね。ちゃんとね、爪もまだまだしっかりしてて、まだ欠けもなく、これからもね、結構産んでくれそうな感じで、体重もね、結構まだまだありますね。クワガタって結構ね、産卵数多くなると体重がね、軽くなっちゃうんですよね。メスをね、持った時に、軽いか重いかで、まだまだね、産卵するかどうかとかね、寿命があるかどうかとかね、分かったりするんで、まあ、結構ね、体重を意識して手に乗っけてみるとね、結構、いろいろね、分かったりするんでね、おすすめです。メスはね、一旦、ちょっとこっちに、避けときましょう。じゃあね、卵は、このね、400ml のプリンカップに、ちょっとね、回収していきましょう。すごい、結構卵ありそう。こんな感じでね、見た目かなり有精卵に見えますけど、今のところね、その産卵セット組んで1ヶ月で、幼虫はね、確認できてないんですよね。なので本当にこれがしっかり孵化するかどうかはまだわかんないんです。でも1匹でもね、幼虫が確認できてたら、もうね、これがね、ほぼほぼ有精卵の可能性が高いんで、まあでも一応しっかりね、卵を回収しましょう。結構ね、こことか。やっぱりね、平田クワガタの仲間は結構ね、ケースの底の方に産卵することが多いような印象ですね。ちゃんとね、産卵するときに、この卵を埋め込むときに、なんか卵のスペース、まあ、卵室とか言ったりするんですけど、なんかね、スペースを確保して、そこにね、卵を最後に産むみたいな感じで、産むみたいなんですよね。詳しいことはわかんないんですけど、このね、卵室に、なんだかね、その幼虫が将来ね、消化吸収に使う矯正菌がね、あったりするみたいな噂もあるんで、まあ、できる限りね、この卵室ごと扱った方がいいのかな。まあ、本当にね、これは、よくわからない。信憑性についてはちょっとね、僕も曖昧な部分が多いんで、まあ、気休め程度にこんな感じでね、
マットごと卵を扱った方がちょっといいのかなみたいな感じです。今回ね、卵をしっかりはちょっと数えてないんですけど、今のところ5個くらい回収してますね。まだまだ見えるところにいっぱいあります。ここにもね、ありますね。意外とね、見えるところで10個くらい今卵確認できてるんですけど、それ以外のところからね、あんまり出てない印象です。まあまだ全然ね、崩せてないんで難しいと思うんですけど、やっぱりね、ケースの側面にすごい産んでくれてただけで、他はそうでもないかもしれないですね。これはやっぱりね、平田クワガタとか、あのネグイ系って言われるクワガタは、自然下でもね、その硬いところと柔らかいところの境界線というか、立ち枯れてる木の土と根っこの間とかね、そういう境界線に卵を産みやすいみたいで、産卵セット組んでもマットとケースの側面の硬い壁の境界線に卵を産みやすいというか、そういうところをね、好んで卵を産んでくれてるんだと思うんですよね。意外と追加は得られないし、今のところ卵しかないですね。セット組んで1ヶ月ジャストなんで、何とも言えないところですけど、幼虫が見れないと、さっきのね、卵が有精卵なのかね、無精卵なのかもね、わかんないんで、ちょっと怖いですね。いや、全然追加の卵がないですね。なんで、ちょっとしっかりね、確認して、もう一度ね、この産卵セットは、組み直そうと思います。どうなんでしょうかね。今回セット組んだ温度がだいたい22度前後、今の自分のね、飼育部屋の温度が22度前後なんですよね。で、ネグロス島の気温を調べると、結構ね、そこそこね、気温が高い、だいたい22度からね、30度近くまでね、行くような、環境みたいで、ただ肝心のタウンシラタが標高とかね、どういうところに生息してるかっていうのが正直ね、わかんないんで、まあ適温が、あ、卵でも追加ありました。すごいちっちゃいですけど、よく見ればまだあるって感じですね。多分そもそもね、回収全部するのは難しいと思うんで、まあ可能な限りね、回収しようと思うんですけど、タウネシラタのね、産卵の適温ってそこまで、ね、低くないと思うんですよね。まあ、クワガタ全般的にやっぱりね、産卵させる時って結構ね、温度、まあ低温種と呼ばれてるような虫だったらやっぱりね、低い温度の方が良かったりするんですけど、結構ね、平田クワガタの仲間って言ったら、まあ、23度24度、下手したら25度とかまでね、上げた方がね、活性が高くなって産卵しやすいっていう種類結構多いんで、どうですかね、22度だとちょっと低すぎるかもしれないんですけど、まあね、それでもね、活性が低いってことは、ね、ゆっくりね、産んでくれるっていうことなんで、短期的にね、いっぱいは取れないかもしれないけど、まだまだね、オスもメスも結構元気なところを見る限り、これからもね、メスも産卵してくれそうな感じではあるんで、まあね、引き続きセットを組んで気長にね、追加の卵をね、待ったりするのがいいんじゃないかなと思ってはいるんですけど、やっぱりね、類大するとなったら10匹以上はやっぱりしっかり幼虫を確保したいところですね。今ね、卵10個くらい確認して出るんですけど、これがね、やっぱ卵だけだと孵化率とかもあると思うんですけど、幼虫、しっかりね、孵化した幼虫が見れないと不安ですよね。このマットからね、2ミリくらいの卵を探すのかなり厳しいですよね。今回はね、ちょっとかなり早く産卵セット組んで1ヶ月でまだね、卵しか見えてない状態で割り出しを行ったんですけど、これがね、もうちょっと遅いと、幼虫がね、孵化したくらいに割り出すのが本当はね、ベストかもしれないですね。ただ遅くなればなるほど、やっぱりね、産卵セットの中で成虫がね、結構動き回っちゃうんで、
自分でね産卵した卵とかね幼虫を自分で潰しちゃうっていうねあのことがあったりとか、幼虫が結構大きくなったような段階になってくると、成虫が結構ね卵を産む時にやっぱりあのエネルギーをねかなり消費しちゃう。特にねタンパク質とか消費が激しくて、タンパク質を補給するために自分で産んだ幼虫を自分で食べて、自分の子供からタンパク質をね補給して、それでねまたあの産卵しちゃうみたいな、そういうこともねあるみたいですね。特にヒラタはその傾向がねあのかなり強いような種類だと思ってます。あのドルクス系はね本当にねあの長く生きるクワガタなんで、あの逆にねその産卵で力つきにくいからこそ、親がね子供を食べちゃうっていうリスクは結構ね高い虫だと思うんで、確実にね子供を確保したい場合だったら早めに割り出すのがいいと思います。ただね今回みたいに卵を産んですぐ割り出すっていうのはあんまりねおすすめしないですね。あの本当に幼虫が確認できた時とか、そういうタイミングがねいいんじゃないでしょうか。ということでね、今回ね卵をしっかり数えてないんですけど、だいたい10個くらい卵をあの回収できました。でこれはもうこのね 400ml のプリンカップに、入れたまま、上からねこの産卵セットのマットをちょっとねふんわり優しくかけてあげます。まあね、卵の管理は、まあ、いろんなやり方をしてる人もいると思うんですけど、結構ねその産卵したマット、産卵セットに使ったマットをそのまま入れてあげると、このマットをねそのまま食べてくれたりするんで、僕はねこういう方法でやってます。でこれで蓋をして、空気穴を開けて、これでねあの幼虫がね側面から見えてきたら、あの幼虫をねもう一度取り出して、あの個別管理していくっていう方法を取ろうと思います。で、まあ、今回ねこれ割り出したマットはもう一度ね産卵セットに詰め直していきたいと思います。こちらですね。今回結構底の方にね卵を産んでたので、底の方って一番硬くした部分ではあるんですよね。そこにいっぱい産んでくれたってことは、硬めの方が本当に好むクワガタなんじゃないかなと思うんで、ちょっとね前回よりもしっかりね固めに詰めましょう。上の方は潜りやすいように、そこそこの硬さでね詰めてあげます。指先でね押すように、そうするとねまばらに硬くなって、柔らかいところから潜りやすくて、でもねちょっと潜るとすぐすごい硬い層に突入するって感じで、まあねこれで産んでくれるんじゃないかなと思います。でこの辺をで、食べかけのゼリーも一応入れて、新しいゼリーもいっぱい入れてあげましょう。産卵するときは結構ね体力消耗するんで、はい、入れてあげます。こんな感じで2回目のセット完了です。ということで、まあ、こちらね、2回目の産卵セットに、まあ、今回ね結構ね産卵してくれたねこちらのメスをもう一度ね投入していきたいと思います。はい、こんな感じでね結構ね卵を確認しても、あの産みたての卵みたいな結構ね楕円形の卵もいくつかあったんで、多分ねこれセット組んで1ヶ月目ではあるんですけど、あの産卵セットの中でねオスと同居ペアリングをさせたんで、もしかしたらねペアリングのタイミングがちょっと遅れちゃって、最近ね産卵した卵しかなかったのかもしれないですね。でまあ、今回、得られた卵は、まあ、大体10個くらい、まあ、卵を得られたんですけど、
これがね、まだね、幼虫が見えてないので、本当にね、この得られた卵が、有精卵なのか無精卵なのかっていうのが、正直ね、まだ判断できないんですよね。見た目からして結構ね、いい色の、いい形の卵が結構ね、得られたんで、多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっとね、この卵の経過も見つつ、もしね、今回得られた卵が全部無精卵みたいなことがあったら、一回ね、もう一度産卵セットを解除して、しっかりね、こちらのオスとね、ペアリング、再ペアリングをね、させていこうかなと思います。やっぱりね、このタウネスヒラタね、もう個人的にめちゃくちゃ好きな、顎の形とか、このね、足の、後ろ足のね、ブラシ状の毛とかもね、かなりね、個人的に好きなクワガタなんで、なんとしてもね、しっかり類代を成功させて、次世代もね、立派な成虫を羽化させたいなと思ってるんでね、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。またね、次の動画もよろしくお願いします。失礼します。タウです。